ああ。今日も一日これから踏み込むパラダイスでは事実と真実は同じではありません。独自の方法でパラダイスを探索しあなただけの真実を見つけてください。パラダイスキラーには豊富なアクセシビリティのオプションがあります。最適な動作を実現できるように必要に応じて調整をしてください。パラダイスキラーではオートセーブはされません。島のセーブポイントを利用してください。存在記録は気軽にセーブしましょう。お菓子だけ食ってこよう。よいしょ。何の話だこれ。オードの実写メイドインジャパンのゲームなのかな。すごい世界観のゲームだな、マジで。また追放世界の新しい一日が始まる。24号とは終焉を迎えているはず。I have a bad feeling about this. 天使高ー。
ち悪いな。なんかクーロンズゲート思い出すな。Who are you? 300万日ぶりにお前が話す。フィンジって呼びな。すごい呼びやすくなったな。すげえな、なんか裏がすげえグラだな。は？読み込まれた本、もう目がチカチカすんな、おい。操作の割りパーコレーター、パーコレーター、何これ、なんかコーヒー作る機械。パソコンか。あ、ちょっと待ってね。パーライトにした。スターライトようこそ。パソコンでいいんだよな。That's weird. Lady Love Dies. What the hell?Oh, I'm glad to be back.スターライトを使用する権限を与えます。スターライトを持ってしまうように来てください。あなたの追放は終わりました。深淵に身を委ね島に向かって落ちるのです。うん、ああ、何事かな。また簡単だな。他のシンジケートメンバーにはこれは解読できない。I don't like this. あはは。
おお、すげえ。オープニングいいな。パラダイスキラー。オープニングいいな。ちょっと弾丸論破っぽいな。なんというか特殊なこの雰囲気というか。効果を獲得。メニュー画面の色合いマジで目に悪いんだけど。でも悪魔の負債かなと思ったら通報。I'm glad you're back, LD. メンバーを新しい島輸送する義務。Evil stuff, LD. Last night was a killer.島が生まれるってなんだろうね。犯人が議事堂に侵入してナイフで議員を殺した。思ったより直接的な。なるほどね。タクシー係ね。ベリーウォーマン、レポーティングフォーデューティー。レッツライト。ああ、家にあった絵ってこいつの絵か。次の島、前の島より綺麗。新しい島ができるたびに移動してるのはこいつら。ハロージャッジ。ジョージ。ジョージ。Welcome back to the blood-stained paradise, Lady Lovedies. The investigator is here. Paradise killer. Gin Tachi が殺された。あ、複数件はね。What the hell? 同時なの。
What time? Got it. ピン全員が昨夜の真夜中0時に殺された。奇跡的に大量殺人の犯人が拘留されているヘンリー・ディビジョン。ヘンリーは以前にも犯人殺人を犯している。簡単な話なんですけど、10年前。彼の手からナイフが発見されている。彼の胃からも人員の血が発見されている。操作することなくね？まあ、確実に犯人が分かっていたとしても操作自体は必要だけどな。ティーンのペントハウス、空に向かってそびえ立つブルータリズム様式の塔。ギルドは4つの聖なる封印によって守られている。虐殺現場に入ることができない。第一の聖なる封印の正体が二人の神なる正義の保安軍傭兵だった。軍衛兵だった。200IQ。兵として普通入りしていますが、監視員として二人とも怪物によって殺されました。すごい世界観だな、これ。あ、ありがとうございます。イリチヤン。Rated。始まったばっかりだけど、もう世界観に翻弄されてるね、今。ティーンの仕事が遂行された。私たちが誕生しているのにティーンたちが部屋から出てこない。ヴァイオレット61 EZ。 はい、そちらでございます。元さん27ヶ月前神ゲーでした。無理やったね。ショー。Why? Who? エッジのカルメリーナを臨時の議長に座りました。お、タブちゃん100ビットありがとうございます。当時の接近で素晴らしい新たなゲームパフェスに異常が生まれたのです。まずはこの新しい高監督に最も親しい人物でしょう。That's strange. 行方不明者が一人いる。はい。行方不明者が一人と大量殺人の場所が一人か。レオパレス21みたいやな。確かに。いや、まあ、そんなノリじゃないの。彼がティーンを守る第二の聖なる封印をデザインした。そうね、デザイナーとか設計士が行方不明と。この人は容疑者なんですか？こいつ、ハンジの言い回しがよ。秘密という闇の森を通る正しい真実の後をたどることができれば、それを証明できるかもしれないね。殺すぞ。そして星々の向こう側の語られない物事も危機に瀕しているのです。訳すの頑張ったな、これ。このゲーム分からないか。いちいち言い回しがお前中二やん。中二ってかもうおしゃれやな。証拠と証言、それらを見つけるのはあなたです。あなたが手に取るのです。私たちは実行犯を見つけなければいけません。I'm not hide. 翻訳者がおしゃれだった可能性。やめろやめろ。エスケープロムタルコフか。腕っこきな翻訳だぜ。スターライトには銀の血液に関する情報が入っている。まず現場に行ってみないことにはわからねえな。腕っこきの日本語訳だ。私はスターライトリンクしている。情報交換のために正義のパイプ。スターライトがあなたの事件簿を確認します。ちょうど容疑者のモジュールを暗読しましたよ。操作して尋問してください。まだ準備が整ったら証拠を持って私の元に来て裁判を始めましょう。
準備を済めばいつでも裁判を始められる。ほい。When love dies, all that remains are the facts. The journey into truth and justice begins. 道を照らす太陽を横切る戦いです。エンディディビジョンが監獄から脱走。アキコ14大元帥がヘンリーを護衛していました。ヒンを殺害。ヘンリーが議事堂の外でアキコによって派遣。アキコがヘンリーが発見されたことと第一の封印の衛兵たちが殺されたことを証人に知らせました。アキコは聖なる封印が閉ざされていることを証人に確認したが、ペントハウスは確保できていない。事件から3時間ぐらいは起動してんのか、4時間ぐらいかな。うん、まあこれだけ見たらなんかまだよくわかんないな。昨夜の議員殺害の第一容疑者であるヘンリーディビジョンから採取された血液のサンプル。はい、これ何、AR モード。おお、すげえ。なんかいるけど。こいつ何なんだよ。はい。何？ I hate demons. I hate demons. 腕こきって何やって調べて笑った。システムエラーメッセージまで意訳するのやばいね。腕こきよ、そりゃ。全部調べた。エルスには何やらで登場してるの、本当さ。だから、like、みんなが島を出ていく間に俺様はそれを手に入れてしまえた。続けて。俺様は手に入れたブラッドクリスタル、お金を。笑うね。これ多分、長い歌するでしょ。気持ちにばらまいてる。お前にはそれが必要になってくる。クリームゾンアシッドはブラッドクリスタルと引き換えに秘密を売ってくれるだろう。The facts and the truth are not the same. オプテピピックで見た。これ何なの？すごい腰いる 200m 先に。このなんか VR チャット的な雰囲気めっちゃ好きよ。まあちょっと殺害現場見に行くか、先に。さすがに。ライトが T か。セーブポイント。高速移動のロックを解除。ブラッドグリスター1個使ってロックを解除できる。コンシェントに行き来できるようになります。え？怖いですよ。あ、今その前って多分来るだろう。なんだよこのロード画面。パラダイスキラーはオートセーブされません。存在記録をコーンにセーブしましょう。オートセーブされないってちょっと怖いな。なんだよこれ。ピンってなんだよ。まずメモ、事件簿、インベントリー、人物一覧、系列、地図、品。なるほど。とりあえず、容疑者。カオスだな。カオスだな、これ。元暗殺者の夫婦。ヘンリーディビジョン。あ、こいつか。第一容疑者は。カオスだな。10年前に悪魔に取り憑かれている。犯罪歴。KHX の失踪。カオスだな、このゲーム。
とりあえず容疑者一人一人 に質問していくって感じか。まあとはいえ大丈夫、時空を超えて殺人してない。このゲームさ、なんかどこまでマジなんだ。てか根本的に入れるのか現場に。全然話が目に張ってこねえ。テープが置かれている。全然話が目に入ってこねえ。ね、これもう倒しすぎるんだけど、マジで。現場行けんのかな。中入れないみたいな話したよね。水道。これがヘンリーと一緒に発見された凶器。ナイフについてる血は全て議員メンバーのもの。この先にあった保安官でした。なるほど。スターライター追跡と分類の機能が制限されています。手に入れた証拠の最初の証拠をどのように分類するかはスターライトを表示する。ヘンリーと一緒に発見された凶器に使用されたと思われます。ヘンリーが逃亡後に発見された場所はここ。凄まじいな。ハリーは昨夜記事堂に侵入した何者かによって殺害されました。ビジョンエンジン。おう。他の F は喉にギザギザの深い裂傷があります。聖なる封印って人力なんかい。そうそう、聖なる封印ってこの二人のことなのかなって感じだよね。綺麗な歯で切られたものではない。おそらく歯に傷もしくは歯衣がある。切り口が乱れている。宇宙言語で悪魔を崇拝する意味。悪魔を意味する象形文字。Got it. What the hell?それとも保安兵ではない。彼らは何者かは分からないけど、この血液は衛兵として保安軍に登録されている血液とは一致しない。What the hell? この血液はナイフについていた血液とは一致する。ということはナイフが使われたのか、あるいはそう見せるために仕組まれたのか、どちらかということ。Got it. もしよ、この文字は手で書かれている。Is this a fact or a truth? ヘンリーは取り憑かれて皮膚に悪魔の刻印が焼き付けられている。このシンボルはヘンリーがここにいたという可能性を示唆しているかもしれない。ギザギザだったの。これ同じのが流れるのか。これはどうなるんだ。凶器。歯は無傷。もうこれではないことでしょう、要は。これマジでさ、この画面が表示されるために目が痛いんだけど。
こいつ何なんだ。Ooh, the investigator is here. 気が静かでいいところらしい。Sure. あのドアの向こうは宇宙。これが第二の聖なる封印。宇宙空間を漂いは。That's weird. あ？突進班が突破した防止装置の一つ。この建物を先に進むには、お前は高原にあるパズルを見つけないといけない。宇宙の霊道を通ってこの島にやってきた。すごいな、この世界ゲーム世界観というか、なんというか。飲料の空き缶に石を入れることを想像しろ。下に見ないでも、石がどう動くかを学んで、その石をどうやって飲み口から取り出せるかを務められる。こんな感じ。この場合、その石が実際以上に自分を賢いと思っている。誰かが作ったつまらんパズル。缶は宇宙。奴がここを突破したのとしたら、それは奴の中の悪魔が突破する方法を感じ取ったかもしれない。Sure. 頭痛くなってくんだ、このゲームマジで。フェイスヘルメットを手に入れました。ずいぶんなんか科学的な感じになったな。Where? この辺の植木の後ろで見つけた。Sure. Got it.Don't like this. マジでこいつらの言い回し頭痛くなるわ。理解するのに3テンポぐらい遅れんだよ。宇宙ってなんだよ。宇宙だな。思ったより宇宙だ。なんぞこれ。服着てる。なんぞこれ。なんだこれ。なんだ。牛？ヘビ？カラスかワシっぽいな。これ何？ヤギ？これなんのシンボルだよこれ。あ？何かミスした。ネッシー。 I don't like this. ゴリ押しやめて。オラオラ。わかりません。まあシンボルを見つけてここをロックの解除できるんだろうな。落ちると死ぬのかな。やめとこう。
実質今 PGL やってるけど実況する予定ある。おう、今月末は日本の CSGO の大会が延期になったから、休止じゃなくて延期になったからさ、まあそこ空いたからそこでやろうかなと思ってるよ。メジャーでしょ。こういうマジで頭痛くなるな。帰れなくなるかもしれない俺。なんだこれ、なんかある。出た、おめえとはもう話さねえよ。あ、セブタいくつか出せんだ、いいね。あれが次の島ってやつなのかな。ちょっと第一の容疑者と喋っ、あ、インベスティゲーター、I presume。What the hell?Nanny the hell? My new name is One Last Kiss. The truth is all around you, investigator. あなたには何が見えるかしら。This island is a thousand little tragedies waiting to be discovered.Don't test me. Huh? One last kiss の死体を見つけろって感じ。彼女を見つけろ。ああ、頭痛かった。ああ。なんだこのゲーム。これ地方老人ホームで介護してる人の表現世界じゃないの。室外機はあるんだ。確かにじっと見てたらなんか寄ってきた。こいつマジで、こいつの言い回しマジで頭痛い。シンジ君の言い回し。ファイヤーの跡。ベントハウスの上で彼女は何をしていたんだろう。アペリングギア。誰がここから偽造に侵入しようとしたのかも。多分これで衛兵の背後に出ることができたんじゃないだろうか。下行けそうだな。屋上はもうこれ以上何もないのか。なさそうだな。降りてみるか。インテナンス用の出口。侵入防止のロックが切断されていて、こうしてこじ開けられてる。入り口の穴の中についていく何か押し付けた跡もあると。
I need to investigate this. 何か連邦に引っ張り込まれたかも。危険な宇宙物質が入っています。何が入ってんの？これもしかして議事堂の前？ここに出るのか？第一の封印ガバー。これで後ろ取られたの？ガバー。セキュリティガバガバやないかい。封印の自覚持って。封印の自覚持ってないですね、これは。第一の容疑者どこ？こんな容疑者から当たらんとあかんやろ。あっち？顔かぶっちゃってわかんないんだよな。インベントリー陳物地図。容疑者。ヘンリーディビジョンどこいいんだよ。あっちっぽいよな、多分。あっち行くか。こんなん第一容疑者から尋問するのは普通やろ。これ何？探すゴースト。頭嫌なってくる、このゲーム、マジで。俺、こういうのダメ、苦手なんだって、こういう、なんか、こういうの。脳のキャパシティ、もう処理が遅いんだよ、俺、こういうのの。私の指輪から落ちた石です。ああ、もう。俺は、もう薄めで見てるよ。処理が遅い。これやったやつは、みんなこれ理解できたんか、このゲーム。お前忙しいんだよ。うるせえよお前。翻訳って大変やな。翻訳ってかこのゲームだろ。想像の100万倍このゲームマジで分かりづれ。やめ、今なら間に合うな。やめようかな。でもマジで無理だ俺この世界観。とにかく追いつかん。82.3 きつくね。なんかアクションゲームやろうかな。待った、なんか別にやるゲームがないからこのゲーム始めたんだよね、正直。ちょっと待った、一回このゲームが面白くなるんじゃないかっていう。村上春樹ファンボならやれてたかもしれんな。面白そうであるんだけど、面白くなりそうなあれはあるんだけど、日本語訳が微妙。まあ日本語訳が難解ってよりはこのゲームだよね。自由に操作できるオープンワールドミステリー。馴染みのない単語の連発で最初はハーッとなるが、プレイを進めると理解できるようになっていく。だんだん点と点がつながっていく感じが心地いいです。見ててもきついわ。なるほど、やればどうにかなるのか。やればどうにかなるのか。
ゲロを吐いたを、口から、後悔と懺悔と、昨日食べた私の身体になれなかった残滓が流れ出たって書くようなのはの。いや、わかる。それはわかる。なんかみんな面白いっつってるな。頑張った方がいい？これ。文豪専用ゲーム。弾丸論破を期待すると肩透かしを食らう。面白かったって言わなきゃいけない雰囲気ない。オープンワールドを歩き回って、オープンワールドを歩き回って証拠や証言を収集する、まさにその過程をメインにしていた作品なのです。クソゲーじゃねえかよ。どういうこと？何それ、オープンワールドを歩き回って証拠や証言を収集する過程をメインにしていた。こんなレビューあったで。翻訳のレベルは低いと感じた。独特の世界観で、元からそんな文章なのか、読んで頭の中で再の翻訳が必要になる時がある。でもそれはだからこういうそういうゲームなんじゃないの？翻訳の質がひどいって書いてあるけど、俺はそうは感じないけど、こういうゲームなんでしょ。だから英語版でやって英語訳しても多分こんな感じになるでしょ多分。キャラデザとネーミングから世界観はこれでええんやろ。うん。謎は謎を呼ぶ展開で面白い事件だが、推理自体は証拠を集めていけば簡単に新鮮にたどり着けるので気楽にプレイできます。もうちょっと頑張るか。もうちょっと、でも頭痛いんだよな、もうすでに俺のキャパシティが追いついてない感があるんだよな。ちょっとこの辺何時間ぐらいで終わる？ちなみに。10時間。まあ一般的だな。10時間ちょいって感じか。最高に嫌な予感がするぜ。The investigator is here. 俺が足の剣持ちに配置されてます。シンジ君以外の名前が覚えられねえ。これクリアしてレビュー過去。ああ癖がすごそうだから結局買う気が起こらなかったけど、多分俺的には正解っぽいな。どうやって行くんだここ。249周年。曲はなんか良さそうだよね。パッキンとかどうやっていけんだろう。
移動するのにさ、有料なのやめない？ファストトラベル有料にする必要性あります？このゲーム。ゲゼットする人がやっちゃダメなやつなのでは、フラグバキバキになりそう。でも KZ しないといけないとこあるよってレビューに書いてあって。目がマジで痛くなるんだけど、このゲーム。相手の時さ、色合いが真っ白になるじゃん。チカチカするわ、これ。曲はすごくいいね。がっつり聴いちゃいないけど。どうやって行くんだろう。お昼にやらなきゃいけないゲームか。まあ夜のこの時間から始めるゲームでは確実になかった気がするね。俺からすれば第一容疑者に先に話を聞きたいんですけど、そこに行くまでの道のりがわかんないんですよね。ここだろ？この下だから、どこからだよ、これ行くの。侵入できる場所がありそうなもんなんだけどな。謎すぎる。とりあえず他の容疑者から当たるか？あの女、タクシーで行けたりしないのかな？これ何？あ、下水道へのアクセス。あ？もしもし。あ、クリムゾンアチュットだ。俺の方に来いよ。星に乗らないでください。はい。下水道拠点にビジネスを経営しています。なるほどね。秘密をお金で売っている。なるほど。はい。てこのゲームさ、お金でファストトラベルするくせにお金でアイテム買うのかよ。むちゃくちゃやな。おっぱい。ゴート病院生まれ。うわ、獣好きそうやな。このゲーム、獣ってレビュー上げてないか？このゲーム、獣がちょっとセンス上げてない？似合ってるよ。あ、ちょっとこれはなんか日本語訳っぽい感じになってるよね。あなたの目的のためにシンジケートのあり方を再定義することを望んでます。これちょっとなんか訳してますっぽい感じはする、こういうのは。でもあなたのが罪人を罰することを全ての人が求めているわけではありませんっていうのは、多分このゲームっぽい訳し方なんだとは思うね。
ケモナーかどうかはわからんけど、ペルソナみたいなオシャンティーズ気勢は色眼鏡かけてそうに思える。おしゃれなゲームであるよね。Thank you. 10個の交換足りねえよ。なんこれ。Nice doing business with you. 9個のうち3個使えます。え？あ、第二の聖なる封印。私は手に入れることができない秘密の一つです。ふざけんね。ナイトメアコンピューターの記録を確認しろ。その答えにも対価必要。ビジネスイズブーミング。Doesn't add up。マネー。こいつも容疑者の一人なのか、まあ。これ買ってみるか、試しに。ボス大佐はペントハウスに配置されている。彼とアキは付き合っていた。アキは自分の軍を愛してしまった。だからこそあれほど傷ついている。彼女は各党で次々と関係を持ってきた。ボスはアキコの次に高い行為の保安か。ボス大佐は昨夜殺されている。なるほど。隠れてるって言うのこれ。アンロックしない方がいいのかな、お金かかるし。クマちゃん、ダメだ、寄ってきた。吐くわこのままだと。あとセーブしよう。セーブ、自動セーブじゃねえんだこのゲーム。セーブさせてくれ。 GG。 あったあった。やるにせよ今じゃねえ。吐くこのままだと。思ったよりでも取っかかりは良くないな。正直取っかかりがいいゲーム、取っかかり、そう、取っかかり、そう、取っかかりがいいゲームじゃないとさ、まあ、いいゲームってどれも取っかかりがいいとされており、エルノバイト、そっか、正式リリースされたからやんないとな。何しよう。
エイジ・オブ・エンパイア明日からだし。何しよう。何しよう .exe やな。イルティはな、まあいいけどやっても。なぜ娯楽で開幕我慢しないといけないんですか？それはそう、モッドモブザイヤーなんだよな。なんかやるゲームある？リフトブレーカーは終わっちゃいました。リフトブレーカーなんかね、って感じ。面白いけど、なんかサバインスクリプションは、インスクリプション全クリしたよ。やるゲームなくねえ世の中。もしかして。バックフォーブラッドこする？インバーボーンこすってもいいけど。ザ・ダールケスト、テールって無料のアクションがあるよ。もう俺無料ゲームってあんましないんだよな。なんか無料だしなって思うの嫌じゃない？興味。おしらぶやってね、そういえば。おしらぶなんか速攻あったんだっけな。いや、なんかまだ。いや、なんか速攻終わった気がする。お調べなんか、結婚して終わったんだっけ？結婚してなんか終わった気がする。そうだよね。2時間ぐらいで終わんだっけ？そういえば、ダーケストダンジョン2のアーリー来てたよ。ダーケストダンジョンやるのはアリ。だけど、アーリーなんだよな。早く捕まえないと。さらば631番さん、ファスモフォビア大型アップできたし、後でやってみてみて。できてからでよくね？アーリーだけにな。おー、なんかちゃんとできてからの方がいい気がする。インバーボーン25時間やってる。やりすぎだろ。大好きかよこのゲーム。インバーボーンでいっか。大好きやん。いや、もう神ゲーだけど、もうやり尽くした感あるんだよな。で、システムショックまだ？マジで。いつ来んだよ、このゲーム。まだまだ。一生作ってるから。一生作ってるよな。モンキーロールやるか！高ー！モンキーボールやるのありだな。モンキーボールやるか。高っけえな。でも今俺の一番高くて草。いや俺のね、俺の今のこのモヤモヤを満たしてくれるこのゲームはきっと。ボール転がしたくね。球2本入ってあるよ。行くか。もうすぐセール時期だろうに。いやーでも最近発売だから来んのかな。セール 10% ぐらいだったら確かあんないし。いや君玉転がし好きね。いや玉転がすの男の子もみんな好きだろ。玉転がすの嫌いなやついるん？玉転がそうぜ。玉最近転がしてねえんだよな。
メールで買えばよかったな。10%オフかなんかだったからな。金玉コロコロ金曜日。え、金曜日も嘘でしょ。木曜日じゃねえかよ。なんなら12時過ぎてないわ。Nope。 あ、でももう買えんだ、システムショック。予約購入できるんだ。いつ出んだよ、この神ゲー。いい加減にしろよ。今までこれ神ゲーだからみんな、買おうな。出たら。ショックはね、こういう理由もっと出してくれよ。発売日書いてないから買えない。発売日書いてないゲーム買いづらすぎるんだよな。何だったのか。ほんとそれな。It's still coming soon。 何が気に入らなくてまだ出てないんだろうね、これ。セプテンバーアップデートじゃないんだよな、マジで。なんかバイオハザード、いざござがありすぎて不安しかねえけども、バイオハザードまたやりたいな。オキラスからしか出てないの、ほんと切れそうなんだけど。モンストルーム2、いや人いんのかよ。ネクロバリスタやんないとなーって思いつつ。2、あーし、玉転がしようぜ。これカテゴリーなんだよ。スーパーモンキーボールバナナマニアって名前なのかな。来た来た。ちょっと配信切ってつけます。